攻撃陣爆発でクロアチアに勝利。スペイン強え。前半だけで3点はエグいな。スペインがこんなに決めると思わなかった。なんか決定力に欠いてる印象あったのに。クロアチアは80点くらい出せてるのにスペインが150点くらい出してくる。やばい、とことんついてないクロアチア。クロアチア今日負けるべくして負ける日だわ。これ運も何もかも味方しないし。ヤマル話題を一気にかっさらったな。普段リーガ見ないからまともにヤマル見たのはずだったけど、とんでもなかったわ。年齢も考えたらバケモンだわ。ヤマルパス精度も一級品だし、フェラントーレスさんとヤマルがボール持った時の期待値の差がすごい。ヤマルこっから学校の宿題しないとあかんから憂鬱やろうな。 Y1 万ユーロくらいでやったるで。スペインとドイツが強いので勝手に格が上がる日本。